図に、ラクトースの階列。D がラクトースと D グルコースに分かれる。先頭の D は D 体であることを示し、生体中の糖質はすべて D 体である。切断されるのは酸素をかける β-14 結合。レースは大腸菌のラクトースオペロンを構成する遺伝子の一つ。レポーター遺伝子の一つとして古くから使用されている。コドンから、 終コードまで約 3kbp の長さで β ガラクトシダーゼを高度する。β ガラクトシダーゼはラクトースを分解する酵素で分子量116桁である。4両体として機能し、ラクトースをグルコースとガラクトースに加水分解することで大腸菌がラクトースを栄養源として使用することを可能とする。また一部の反応では異性化酵素として グリコシド交換反応により、ラクトースの一位生体、アロラクトースを作る。このアロラクトースが、ラクトースオペロンの直接の誘導因子、インデューサーとして機能する。5、ブロモマイナス4、クロロマイナス3、インドリルベータ D ガラクトピラノシドを基質とする。反応では青色を呈する、不要生産物ができるため、ベータガラクトシダーゼ活性の指標として用いられる。レースデルタイ M15 は、 レースの対立遺伝子の一つで、その産物は、アミノ末端付近の11から41、アミノ酸配列を結出する。この結出タンパク質は2両体化できるが4、両体化できないため、ベータガラクトシダーアゼ活性を持たない。レースアルファは、レースタンパク質のアミノ末端タ 50R、A 程度を高度する。この遺伝子産物は、オメガフラグメントとヘテロ四両体を作ることにより、 機能を双方できる。レース遺伝子全体を使用する場合と比べてより小さい断片で済むため、ブルーホワイトセレクションでベクター側に使用されるのはこのアルファフラグメントである。なお、その場合、宿主は野生型のレースを欠損していて、レースデルタ M15 を保持している必要がある。ありがとうございます。